こんにちは今日から始める安心男着物着物物楽安玉です、えー、と今日は、えー、と以前に昨年に、えー、とアップさせていただいた、えー、と夏大島で、えー、洗うことができるものが、えー、ありますよということでお話ししたことがあると思うんですけどまあこういうちょっと透けた夏大島ですね。 でまあ、これより糸がサラっとした、まあ、両文字りっぽい感じだったので多分水に入れても縮まないんじゃないかということで、えー、と実験をしたところまあ変な話横幅は全く動かず、えー、縦にしても、えー、と収縮率が まあ2%も縮まなかった確かね1.7%かそれぐらいじゃなかったかなと思うんですけどまあそういったこういう生地ですねで、えー、とこれを、えー、と実際に、まあ、うちの男性のお客様が、えー、とご購入いただいて押し立て上がってきましたのでちょっとそれを今日はご紹介したいと思いましてビデオを撮らせていただいてます まあこういうちょっと縄文島っていう、えー、グラデーションになるような、えー、と島の、まあ、入り方をした着物なので。 まあこんな柄の取り方をさせていただいてまあうちはいつもそうなんですけれどもまあ元々がねこういうちょっとだんだん幅が太くなっていってこうグラデーションになるような反物なのでえとまあ襟元はねすっきりさせたいなということでまあ襟の方に。 なるだけこういう白っぽいすっきりした島にして当然そうすると残りが奥身になるのででまあ奥くからこうグラデーションを脇に寄せていく形でこう柄を取りましてでえと基本的にその袖に対してえっと。 まあ反対側に、えー、袖のグラデーションを持っていくのではなくて基本的にはこのグラデーションしの感じは合わせて、えー、割と全体にすっきりいくような形で、まあ、こういう形で押し立てをしましたでこれもう本当にこうサラッとした生地なんで、えー、でしわ、えー、に本当になりにくいので、まあ、この素材は、えー、とまた新しく、まあえー、洗える素材として 面白いんじゃないかなというふうに思ってます。で、やっぱりですね、今皆さんあのこの YouTube をご覧になったりとかしてうちにご来店いただくお客様が皆様もあのお話しされるのがやっぱりこう気軽にね来たいとで気軽だけどもまあ 天然素材というところに惹かれるっていうことをよく言われるんですね。昨日か一昨日いらしていただいたお客様もえー、おじやのエドコムをご購入いただいたんですけども、もまあ、フォーマルな場所でも着れて。まあやっぱりその方すごく汗っかきだということでで、やっぱりこう。何て言うんですかね。こう気持ちを鍛えで、やっぱりそのそれが家で自分で洗えるとなるとえー、すごく安心して着物が着れるということで。 まあえー、といろんなねこういう素材をなんとか探していって、まあ、ご自宅でご自分で仕立て上がったまま洗うということができるような着物が、えー、どんどん増えていけば、えー、本当にこう気軽に皆さんにこう着物を着ていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。でやはり皆さんうちに来る前にほ、まあ、他の呉服屋さんとかに行かれて、えー、そういう洗い扱いがしやすいという話をすると必ず架線の素材のものをおすすめになられて。 で実際やっぱりそれを着てみても、えー、非常に心地よくないと。でまあ変な話汗もかきやすいということでで、えー、皆さん結構こういう形で、えー、とうちはもう基本的に天然素材のものをなるたけ使いたいということで、まあ、そういうもので縮みがなくこう洗えるものをということをいろいろ研究というかですねこう探して、まあ、そういう素材になるようなものを えー、まあ押し立てしていくっていう形をとってますので、えー、今日は、えー、と前回お話した、えー、夏大島ですねこうちょっともじり糸を使ったような夏大島の、えー、と実際に、えー、仕立て上がったものが出来上がってきましたので、えー、それをちょっとご紹介させていただきました。ということで、えー、と皆さんもこう気軽にこうご自分でねお手入れしながら。 でやっぱり水で洗うと風合いがどどどどんどんんどん良くなっていきますあのー、まあ決してこれは非難するわけじゃないんですけどやっぱり例えば染め物とか、えー、柔らかい着物、えー、よ,りよりがですねこうちりめんのようなものっていうのは、まあき洗いといって、まあ、ドライ併用で洗うしかないんですけれどもえー、っとまあごく一部ですねうちがやってる業者さんなんかは、えー、浸水洗いっていって 水にこう超伝導というかを与えてえ縮まないという洗い方も実際してくれるんですけれどもまあそれはやっぱ洗い代も結構かかるもので特殊な特許を取られているものなんでまあえご自分でこうやってお手入れできる自分で家で洗えるっていうのがまあえと結構皆さんこう喜んでいただいていることかなというふうに思いましてえまあそういう着物でこう着物を楽しんでいただければというふうに思っております。 ということで今日はえっ、ー、とお家で自分で洗濯機でジャブジャブ洗える夏大島ということについてお話をさせていただきました。以上ありがとうございました。